コサル破りリベンジ状を受け取ったデイ。おっしゃー、すごいそう。片言だけど、はい。今日はね、まだ2回しかやってないんですけど、2回目のコサル破りで来たトップス立川さんに来てます。で、めっちゃ強かったじゃん、この間。強かった。うん、この3人はいて、で、太陽とマサ初めてなんだけど、YouTube のコメントでも YouTube 史上一番なんかレベル高いみたいなの書かれてたからね、それくらい。そう、グランドもね、ちょっと狭めでね、結構バチバチでコンタクト、うん、コンタクトめっちゃあるんで、そこでも負けないように。いいね、今日も勝ちましょう。リベンジさせません。で、このユニフォーム新しくちょっと一個デザインしました。まあ、どう？こういう風に後ろにした方がいいんだよ。見て、俺今度から74番、中旬のね、74番やっていくことじゃないですか。ちょっと無理やりでね、これね、デザインやっぱかっこいいのをどんどん作っていきたくて、で、また頼めばいけるんですよ。で、視聴者さんにちょっとなんか絵描ける方とか、なんかかっこいいのを作れる方がいれば、ぜひなんか手が、なんか描いたのを送ってもらったり、データで送ってくれたらもうそのままいけるんで、送っていただいて、で、選ばれた方にはプレゼントするんで、はい。何それ、いいな、服服服だ、いいな、なんかお前らが描いてもいいがね、描いちゃおう、描いて描いて、かっこいいのデザイン送ってください。じゃあそれではやっていきましょう。おっしゃ。で、この間と同じで最初みんなでエンジョイコサルみたいなのをやって、その後ガチゲーム12分2本作ったかなをやりたいと思います。で、そうだ、今日キーパーいつもいないんで、大体レベル高いんで、キーパーのワンセーブも重要になってくるんで、みんなキーパーの練習もしといてくれ。あ、キーパー出さないといけないのか、キーパー。あと今日ね、リコがね、この間の試合でちょっと怪我しちゃってね、いないんですよ、うちのエースが。なんで今日は俺がエースの役割をします。見ててください。
散歩してた。あ、まだ取れて。はい、すいません。行きまーす。テンションないから。
ナイス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 みんな勝った勝ったナイスさすがいやさすが何もしてない久しぶりに楽しかったです何もしてないいやお疲れ様でした7対3かですかねいや今日は皆さんいいプレーでしたよ本当に守備やっぱ今日頑張ってたかな守備大事ですねこの誰かいねえかなここら辺に名前つ入れといて誰かって2人いる人けど守備やんないやつそうだ守備やんないやつ2人いるこの間守備やんない、まあ、攻撃で点は取るけど守備やんない2人波多野くんと弟くんがね弟くんいやでも本当にやっぱでも強いねうん、めちゃくちゃテクニックがすごい、ねうん、見てれば分かると思うんですけど、ちっちゃいとこでトコトコトコって本当にねここマジでハイレベルなんでハイレベルでやりたい方とかぜひ来てくださいなんか小猿破りやってるけどあんま来てくれないんだよああ応募そうなるほど俺で考えた俺が作りますおえ中旬小猿をね作りますもう宣言しますでね埼玉の朝霞で一応やる予定なんですけどみんなはまた海外に行ってどうなるか分かんないんですけどまたね海外に行きたい選手とかが来てその人たちと一緒にボールが蹴れる環境だから本当にハイレベルでやれると思うんでいつっていうのはこの日っていうのは決まってないんですけどやるんで期待しておいてくださいなんか一人すごい選手いたねなんかいきなり入ってきてあれどこだなんかやってたんですけどみんな分かってると思うんですけど対談とかも撮るんでぜひ楽しみにしておいてくださいじゃあせーのバイバーイ